トレーニングはどうでもいいので犬も猫も大好き大好き。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はサイヤマンさんへのアンサー動画となります。お酒をやめてから急にでかくなった、筋力もついてきたということなんですけれども、これはもう前からお話しています通り、お酒アルコールは筋肉にあまり良くない。まあ、特に一番良くないのがタンパク質の合成を低下させてしまうということになってしまいます。まあ、これについてはこれまでいろいろお話しているんですけれども、サイヤさんからのご質問として、筋力も落ちてしまうのかということだと思うんですけれども、お酒によってですね、やっぱりいろいろと神経系の低下も起こってきてしまうんです。神経系の低下というのはやっぱり脳と神経、筋肉、そこの反応速度、筋肉が収縮するときってですね、脳から神経を通じて電気信号が何度も行き渡ってるんです。でその電気信号がスピードが何度も何度もポン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 と行くと、それだけ強い筋力が発揮できるということなんですけれども、酔った状態だとそれがあまり起こらなくなっちゃうんですね。ですので、まあ、酔った状態だとあまり力が入らないということになります。痛みを感じる能力みたいなものは低下しますので、例えば普段だったらできないような、もうきつくてできないみたいなのが、お酒でリミッターが外れるということはあり得るんですけれども、まあ、そこまで行くまでにダメになってしまうわけですね。ですので、まあ、お酒を飲んでいますと脳の働きが弱くなって、それで筋力が低下するということもあります。まあ、これはお酒を飲んでいない時、普段飲んでいて、まあ、1日2日やめてもちょっとその影響が残ってしまうということもあります。でもちろんタンパク質の合成ですとか、あとはテストステロン、エストロゲン、そうしたホルモンの問題もありますので、筋肉自体があまり増えなくなる、そして筋力は脳の働きで悪くなるということもありますので、お酒できるだけ飲まないようにする、その方が筋肉をつけるにはいいということになると思います。そしてサイヤさん、ささみちゃんを買いました。ささみちゃんが可愛すぎて筋トレできないということなんですけれども、動物に癒されるのは筋トレの何時間前までがいいかというようなご質問なんですけれども、これはですね、動物に癒される、そうしますとオキシトシンというホルモンが出てくるんです。まあ、これは動物に限らず人間同士でもハグをしたりするとオキシトシンが出たりして、まあ、それで、まあ、一言で言うと平和になるホルモンだと考えてください。筋トレっていうのは平和というより闘争、戦いのホルモンですので、それはオキシトシンが出てしまうと、まあ、ちょっとホワーンとした感じになって、あんまり力が入らなくなるということなんですけれども、これはですね、オキシトシン、これはあの出産の時に使われたりする薬でもあるんですけれども、大体もう 2,30 分で量が半分ぐらいに減るんです。ですので、まあ、1時間もすればそのオキシトシンの影響はある程度なくなると思いますので、まあ、トレーニングの1時間前ぐらいまでに、まあ、そのワンちゃんを可愛がるのを1時間前にやめるというようにですね、すると良いかもしれないです。まあ、ただそのオキシトシン、1時間前にそのワンちゃんを視界に入らないようにしたとしても、記憶の中にいろいろ残っていたりすると、そう一気になくなるというわけではありませんので、ぴったり1時間で大丈夫かというとなかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、そのあたりも目安として考えていただければと。私もささみちゃんに会いたい、まあ、猫派だと思われてるんですけれども、犬ももちろん大好きで、飼うんだったら、そうですね、サモエドがいいかなとは思っているんですけれども、今回もですね、よく見ていただくと、ちょっと私の T シャツいろいろと毛がちらほらとついておりまして、なんでこんなに毛がついているかとですね、かと言いますと、直前まで猫を抱っこしておりまして、これがちょっと別の動画で明かされることになるかと思います。まあ、犬も猫も大好きということですので、できれば、このサイヤさんのご自宅にお邪魔しに行ってですね、まあ、トレーニングはどうでもいいのでささみちゃんに会いに行きたいなと思っております。今回サイヤさんへのアンサー動画となりました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。